事前テストに点灯があったり、はいえー、ちょっといい流れに乗れなかった感じですかそうですね、もう点灯も自分のミスですし、そのやっぱ今、600に対する乗り方とか、意識とかはいろいろ試してはいるんですけど、なかなかそれができなかったりできたりっていう、すごい波があって、もっとそこは、意識的に。 もっと自分で直していかないと、ちょっと今後が見えないかなっていうふうに思いますまあ今回、開幕戦からえ約2ヶ月、その間、いろいろ考えたと思うんですけど、そのあたりはどうでした考えて、結構、自分なりの,あの課題とかもあったんですけど、もちろんそれはチームの皆さんに協力していただいて、いろいろ自分の中で考え出した答えなんですけど。 それが自分の中でできない、やろうとしてるんですけどそれができなくてなんでまずできないのかっていう根本的な理由をちょっと見つけないと多分始まらないしそこからあの前進していきたいんですけど今の,あの感じでちょっと厳しいかなっていう感じがあるのでもっと何て言うんですかね自分の中で理屈と理論を。 ちゃんとあの合わせて筋の通ったと具体的な内容を考えて試すことが今は必要なんじゃないかなというふうに思います。まあ、とはいってもすぐつくばテストつくばのレースつくばのレースは2レース制です、えー、その辺りどう戦っていきますそうですね2レースあるってことはすごいポジティブなふうに捉えてて予選、えー、レース1レース2あれの中でそれだけ あのー、いろいろ試せるという感じなんでもちろんそこで自分の今の、あのー、なぜできないのか、えー、課題を、えー、当然そこで克服しなければいけないしそこでできなかったら今シーズン、多分あっという間に過ぎちゃうと思うんでもう絶対そこで仕上げるという気持ちで、あのー、取り組んでいきたいと思います。 今日は、えー、スゴーサーキットに、えー、足を運んでいただき、えー、レースの応援をしてくださり本当に、えー、ありがとうございました。えー、予選にちょっと、えー、順位を上げられず、えー、決勝でも、えー、自分の思うような走りができなかったんですけど、えー、そこに関してはもうチームと応援してくださった皆様に本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあ、次の筑波に向けては えー、ポジティブに考えて、えー、自分が今何をしなきゃいけないのかということを、えー、具体的に、えー、取り組んでいきたいと思いますので、えー、次戦も引き続き応援よろししくお願いします今回は事前テストなしのぶっつけで来たんですけどもちょっと公式練習日1本目はドライで走れたんですけど2本目から雨が降ってきて、まあ今日の予選も雨だったのでそれの練習にはなったんですけども、まあ、決勝が、まあ、自分の希望もドライで。 走りたかったので希望通りのいいコンディションにはなったんですがちょっと前半のタイムの出し方が良くなくてで最後の方は自分のベストも出ていい感じで走れたんですけどちょっとスロースタート過ぎたために前の集団と離れてしまってちょっとレース内容としては不甲斐ないい結果に終わってしまいましたままたその中でなんか課題は見えましたか えそうですね、あのーまあ、やっぱりまず予選のポジションそれとレース序盤での自分の位置取りとペースですねやっぱそこはまあどのクラスでも一緒なんですけどもそこをしっかりしていかないとやっぱ結果につながらないかなと、まあ、前回オートポリスがまあまあ良かったんですがちょっと今回はえ反省点の多いレースになってしまいました実際につ筑波もすぐありますけどもその辺りは そうですね、一応地元のコースで、まあ、走り込んでいるコースですので、まあ、クラス変えたことの影響とかは特にないんですけども、まあ、しっかり、えー、事前のテストもありますのでそこでバイクをしっかり仕上げて挑みたいと思います。